アデルバート F、バート・ウォルドロン3世は、アメリカの軍人。第9不評師団の狙撃兵として、ベトナム戦争に従軍。同戦争での射殺最多記録保持者であるほか、2011年に、クリス・カイルが更新するまで、米軍最多である109名の射殺記録を保持していた。 アデルバート・ウォルドロンと、母アデラインバクスター・ウォルドロンとの間に生まれる。二人の姉妹がいる。海軍で12年間勤務した後、陸軍に入隊。第9不評師団第60不評連隊第3、大隊 B 中隊に配属された。ベトナムでは、田んや河川小海底に乗り組み、南ベトナム解放民族戦線が活動する、メコンデルタの巡警に当たった。 航行する小海底から900ヤードの狙撃に成功したこともあった。狙撃では、主に M21 狙撃銃を使用した。8ヶ月間で109名の射殺を記録。本国期間後は、ジョージア州、ホートベニングで射撃教官を務めた。1970年に退役。ウォルドロンは、主君十字章を2度授与されたほか、銀星章、銅星章。 大統領部隊感情を与えられた。ありがとうございます。